それでは、夏にぴったりの、簡単デザートを作ります。はい、おなじみの材料を紹介します。まずスイカです。スイカはこのざく切りにしております。種を取っております。フレッシュのバジリコ、そして白ワインビネガー、お塩、そしてモッツァレラチーズ1個分です。そして、バージンオイル、オリーブオイルです。スイカとバジルの、グラニテと言います。グラニテというのはフランス語でかき氷のことです。グラスというのはアイスクリーム、ソルベというのは、卵白を入れたトロッとした、アイスで、グラニテというのは、かき氷、ザラザラした、食感をの、デザートをグラニテと言います。それを、簡単に作ります。保存袋、ね、どこの家庭ご家庭にあると思います。そしてこの中にドボドボっと、切ったスイカを入れて、バジリコをこうやってちぎります。ちぎって、でフレッシュのこうのバジリコをちぎると香りが、立ってきます。手でちぎってください。包丁じゃなくて手でちぎると、香りが立ちます。分量のバジリコで、あと、お飾りに1枚か2枚バジリコを残しておいてください。そしてこの中に、白ワインビネガー、そして分量のお塩少しです。でこれを、蓋をしまして、でこれをもみもみします。もみもみです。このように全体が混じるように、水も出てきました。もみもみします。全部潰さないでください。こんなもんかな。でそれをこのバットに移します。スイカの水分も出てきました。はい、これをだいたいご家庭の冷蔵庫で一晩、凍らせていただきますと、スイカとバジルのグラニテが出来上がります。では、冷凍庫に入れておきます。はい、ご覧ください。これが、一晩冷蔵庫に入れておいた、スイカとバジルのが見事に凝ってます。こうやってフォークで粗く切ってください。はい、このようにあんまり細かくしないでこれくらいがいいと思います。それでは、お皿を冷蔵庫で、冷やしておきました。この中にさっきのこういうザラザラした状態を、かき氷、フランス語ではグラニテと言います。はい、冷え冷えです。はい、たっぷりのっけます。冷たそうですね。はい、この上にモッツァレラチーズをドーンと乗っけて、そしてオリーブオイルをたっぷりかけて、チーズを添えます。それでは
試食したいと思います。モッツァレラチーズにバジリコとグラニテ、スイカの、かき氷です。なんかすごい冷たい上質なデザートっていう感じになっております。オリーブオイルが非常にアクセントになっております。うん、冷え冷えです。これにはぜひロゼシャンパンが合うと思います。爽やかな感じ。ぜひ午後の、真夏のテラスで、このスイカとバジルのグラニテかき氷とロゼシャンパン、とってもおしゃれです。グーです。ぜひ召し上がってみてください。さて